はい、今日はですね、仙台新港よりお届けいたします。ちょいサビキで一体何が釣れるかやってみたいと思います。はじめに海底映像からご覧ください。少し汚れてますね、濁ってるというふうに捉えてもいいと思いますけども、海底も生物が見えないようですけども、この日は雨が降っておりまして、なかなか視界も良好ではございません。生物見えますかね。人手がやっと見えました。こんな感じでございます。それではやっていきましょう。今回の仕掛けはですね、コマセカゴの下にですね、サビキ6号、そして重りは10号をつけております。警戒に連れていますね。小サバにはなるんですけども、全長約12センチぐらいですね。そういうのが釣れ始めております。なかなかね、サビキに2匹とか3匹とかついてくると結構な引きを楽しむことができます。この仙台新港は物流が盛んに行われています。そういう場所を見ながらですね、釣りするのもいい場所かもしれません。本当は左側にあります茶色い竿、これはですね、天秤に磯目をつけて、海底の斜光を狙っているんですけども、一向に釣れる気配がありません。まだ、海底の活性が上がってないのかもしれませんね。それでもサバが釣れておりますんで、すごく楽しい時間を過ごすことができました。一つだけここで釣りする場合の注意点があります。船の往来が結構多いので、管理人の方が見回りに来ます。釣りをやめてくださいと言われますので、その場合は、指示に従って釣りをやめましょう。さて最後です。メバルが釣れました。これはリリースサイズなのでリリースいたします。釣りする時間がまあ 2,3 時間という中でしたが、すごく楽しい釣りの時間を楽しむことができました。今回の釣果です。小サバ11匹、イワシ1匹です。唐揚げにして美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画とチャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。